さあこっからっすね。結構意識変わってどうなっていくか、流れも変わりそうっすね。みんなマサシに期待してる。ピーク過ぎましたね自分。大丈夫ですよ、腕も湿布あったんで大丈夫です。長さんはこれは本一も見つつの染めですね。高田さんもいい感じに統一を作っていくのかっていう感じか。特にキャンタが結構いいシャンテンに近いという感じで、あ、これテンパですね。キャンタはしかしここからどう高めにするかというところで悩んでいるんじゃないでしょうか。内さんの戻り予定はもうそろそろかなだと思っています。期待しましょうね。吉田さん統一増えましたね。さっきの説教が周りさんに影響、まあ少なくともあるとは思います。超プロは鎮痛鎮痛の鎮痛で肝の可能性が残ってるんですね。
3ワンが乗るかどうかって感じですよね。ただ3ワンが持ってるのは甲田さん、長さんが陳一天敗です。うん、万願かな。これで甲田さん上がり、タンヤーピング、え、兄ちゃん予選トップ？あ、言ってました、それ。マジで？言ってました。すげえ。それはね、すげえ。GT。え、めっちゃすごいよ。いや、すごいよ。それは。私の兄はね、GT500 の現役ドライバーなんですよ。おめでとうございます。で、今日予選でポールかな？いやー、すごい。何人ぐらい、何台ぐらい走るんですか？いや、十何台。いや、それでもすごい。やったー。宴ですね。まだ待ってたね。決勝あ、そう、決勝だね、宴は。そうですね。まあ、でもいい波がこっちにも来ればいいですね。うん、そうだね。うん。頑張ろう。関西、関西が空いてね。そうですね。こういう時にね、誰かがその陳述とか高い手が入ってれば。うん、いいんだけど、まあ、カンタチンツ狙ってるかな。ですね。こっから中連やったらかっこいいな。まあでもまだまだありますからね。うん、U1 さえ引いてしまえば可能性は十分。いや、 Q1 がもうないね。あ、枯れてますよね。最後 Q1 で、ああ、出上がりで、出上がりならあるけど、相当薄いかな、10連は。そうっすね。うん、ナルマスゴ大将位って結構コアな方だ。びっくりした。何のこっちゃ分かんないでしょ。はい、ルマンのところで。そのことうん、ミクとか、そうっすね。300ですけどね。カテゴリー違いだけど。何を言ってるのか、わからない。グレートティーチャー大島ね。あるある。置いといて。これは今、カンタマンツー引いたのかな。そうっすね。進みましたね。リャンは引いてきた。カンタいい風来てる。来てるね。これリンシャン解放で陳一数え100万とかすごいよ。あ、上がったかな。上がりましたね。どういう顔してんだろう。リーチトライチ。あ、でも周り早いですね。うん、ありがとう。キャンター以外、
かくなってきたよ。でも、うん、手が小田さん、これもしやく、うん、ちょっと少ないですね。少ないですけど向かってますね。うん、いろんな方面ありますね。まだキャンタ手いいな、来てるね。狙うとやっぱ来るね。来ますね。え、しかもドラ様乗ってますね。ドラヨンですね。え、これあんじゃない？ありますよ、全然ありますよ。これ届くよ、メンチンまで持っていけたら。キャンプ震えるんじゃないですか。いいね。いいぞ。だってメンピンチニツイーペーコードライオンで数えだよ。全然あるじゃん。カンタやればできる子。ずっとこのカンタかったね。イーペーコーつかなかったらツモつければいいだけだし。そうっすね。浦さんなんて乗ろうもんならもう一発だよ。他全部いらない。期待が持ってますね。あ、カンタはね、こういうのは得意なんで絶対分かってます。大丈夫です、それは。うん、麻雀は彼大好きなんで。あとはマンズに寄せられるかどうか、ツモ次第ってとこですね。持ってきた、持ってきた。いいぞ。あれあるぞ、あるぞ、これ泣かない泣かない、絶対泣かない。来た。え、カンちゃん、カンちゃん来たよ。カンちゃん、カンちゃん来たよ。カンちゃん持ってる。来たよ、これあるよ。え、鎮逸で単葉つくのこれ、もしかして。単葉つきますね。鎮逸単葉ルーワン拾ってきたら本当にもう。あるよ、あるよ、これめっちゃタメンツですね。すごい理想的な形じゃない？めっちゃ理想的な。やっぱ呼んでますね。いいね、やっぱりね、上がろうっていう気概だよね。カンタの引き、全然ある、全然ある。全然ゆっくり考えていいかな。ターチャの手にもね、マンズそんなに入ってないからね。おお、チーは持ってきた。いったね、リーチ。あの、五千展望かな、あれ。五千展望っすね。あ、交換してもらって。いいぞ、いいぞ、これあるぞ。何待ちだ。これ来たんじゃん、一発。あ、確認してる。ちょっとね、見えない、肘で見えない、肘で見えない。冷静に確認してる。ゆっくり考えて、ゆっくりでいい。来た、積もった。リーチ、これ来た、来た、来た、すごい。あるよ、これ行って一発も、一発、これ行ったわ。これ数えでしょ。あ、できてます、できてます、できてます。マジですか。裏ドラが、あれ裏ドラ関係ないんじゃない、これ。リーチ一発積も、鎮逸ドライ…あ、もうこれいってるじゃん。出たね。カンタ、カンタ、カザヤクマ出したじゃん。すげえ、ハイタッチが起きてる。
リアルな、これ拍手にしに行きます。いや実況席カウンター見てましたけど、1曲前もあんな感じだったんですよ。はいはいはい、リプレイ出たらいいなこれみたいな。これはダイジェスト。2万で上がりも分かんなかったっす。あれ多分ないと思うんですけど、2万は多分上がってないんじゃないかな。ないっすよね多分。下手したら上がってないと思いますよ。わあ、よかった。すごいね。ありがとうございます。しかも結構薄いっす。僕パワーを持ってて、ね、パワーは3枚見えて、はい、で僕ウーワン切ってて、うん、すごい。だからすごい、ありがとうございます。いやすごい。まさかそんな点になってるのかな。最初ね全然いやもうキャンちゃんね喋んなかったんで、いやさっきの説教よっぽど聞いてんだろうって聞きましたね。でそしたらなんかもうちょっと反省しかなかった。あの気配はそうだったんだね。うん、ね、最後は、ね、メンチンメンチン6でしょ。6でリーチ一発相撲で9でしょ。タンヤオタンヤオで10、ドラドラが4だったんですよ。その時点で14があったんですね。十分で4の時点でもう確定しましたね。これ PV の時も PV ついてんじゃないかな。ついてないかな。ついてますかね。PV もついてると思うんですね。15番。ありがとうございます。すごい。ハイパイでもドライオンだったんですよ。なるほど。鎮逸気配のドライオンで鎮逸になったんだ。すごいね。一発どっちかがつけばって感じ、うん、そうですね。よかったっす。裏かか、うん、危なかった。あ、名本かなと思ってたんですよ。はいはいはい。一応僕もこういう手を上がるときは他の人に役満の可能性がなさそうなのを確認してやってるんで、うんうん、そうそう、いそうといそうとしてたので親がで、初が出て何も声をかかんなかったんで、大三元もねえな、国士もねえなっていうので、スワンコもなさそうだった。日来たから名本の三アンコ、数アンコなのかなとか思いながら、はいはい、ちょっとなるほどやってたんですけど、いやすごい、すごいわ。あのランナーになってるのはすごいですね。すごい。どうですか村井さん。いやいやいや、まだいっぱいありますから。そんなつもりも皆さんももう皆さんやっぱり最後、最後盛り上がりました。よく積もってもクリア。盛り上がってましたよ。盛り上がってました。よくぞ。え、ドラはいつ見えたんですか。よくぞ積もって。ハイパイから4ぐらい来てて、ハイパイの視点で、あれこれあるんじゃない。はいはいはい。あれメンチンまで行ったらこれ数え行くよってずっと言ってて、はいはい、もうどんどんマンズ積もってきて。6でリーチして一発積もの視点で、あ、これも行ってるわ。なるほど。よかったです。
ありがとうございます。すごい。すごいね。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おーいい麻雀。危なかった。当分いい。当分いいかな。これ残機上がるとこだった。危ない危ない。いやいやいや。いやー。いやすごい。よかった。いや、妻も良かったのね。良かったです。村井さんがいない時に。いや、いるけど。いるけど。いるけど。いや、そうですか。良かったですね。出たね。あとはじゃあもう肩の力を抜いて抜いてマージャンができるんですね、うん、ああよかった9万6000点だから9万6000点3万2000ホール3万2000ホールはい分けられないように2000ホールすごいですねちょっとですね皆さんどうするんですかこの後はあれですねちゃんちゃんのね、はい、あマジで泣いてるっていうちょっとびっくりしたねちょっともう嘘な気かと思ったちょっとね引きましょういや引かんといてくださいよそこは村井さんそこは村井さん出ましたキャンタが役割出したんじゃない見ましたおめでとうございますありがとうございますちょっとびっくりだよびっくりですよすごいっすよすごいっすよメンチン偽物ですメンチンドライオンありがとうございますラーメン食わずに戻ってきた立ち会えてたよ普通にラーメン食ってきた村さん村さんどうぞ昼飯食ってなかったかいやすごいすごいラーメン食ってから来たんですけどよかったいやようやったよかったすごいじゃないですかあれあれあのあれですよ一番上はい一番上3332445566677789で2位どこがどう組み合わさってるんでしょうか3-3で頭で2-3-4で1個作って4-5-6で1個作って5-6-6-7-7-8ですねでドラがリャン1でしたそうそうそう表示牌がリャン1なんだはいドラゴン表示牌が通話一発持ってねへえ一発で積まれましたえすげえてかようこんな複雑ないやもうだからギャンが出てきた時に何が当たりになるかも全然わからないようなようこんなんで分かったな通話持ってきてうんってなってこうこれで上がってるか上がってないかっていうのをこうガチガチやってウーワンツモだっけウーワンツモですそうそうですもうで緊張の一瞬ですよそれでまた切っちゃったらっていうところで間違えて間違えて開いてもらうんですよ間違えて開いたらこの24時間で2回も最悪な人生で一番長い2分間ぐらいガチャガチャやってやるそうすごいじゃんあよかったですありがとうございますうん分かってないって言われてまあ確かにそこまでがっつり完璧に分かってないんだけど街何個あったんですかこれいやーワンワンだけですかね多分、はい、最後のウッパーワン 58?58、はい、58だと思います、はい、数ワン引いてもそうなんですねリャンワンは1枚だけだったのですごいですえ、長さんとかあんなにマンズが偏ったこと思わなかったっすねアミズさんとかみんないる中でキャンとか出したっていや、その前に S 島さんにこのメンズにカッコつけんじゃねえって説教くれましてそしたら思いっきりカッコつきましたほえー説教からのねすげえしかもこれ2曲目ですから休憩明け、はい、そうですね休憩明け2曲目すごいすげえもう村井さん役満っていうあの解き離れて垂れて普通に麻雀できますおお普通に麻雀だからもう食いたんで泣いてもいいですキャンタ3万6700プラス9万6200うわー9万6000、ね、飛びそうだったんです飛びそうでしたすごいねあでもやって飛んだらモノマネ対決いたしますからねいやすごいわちょっとじゃあ前回の張さんがやった数え役満なんですよねそうですよ、あれを数え役満ですね実現させた実現させました、はい、どこにどうその何班ついてるかっていう解説って多分何度もしたと思うんですけどもう一回私にさせてないです、はい、あなんか聞きたいっすまずこれでまず1班これで1班みたいなやつをまずねリーチ一発つもなんですよ、うん、リーチ一発つもで3班ですかで鎮逸6なんで確かに鎮逸6班そこでもうすでに9ですよ、はい、で単野王あ単野王ほんとだ1と9がはいでその時点で10で10でドラがもうすでにドラ3ワンだったんで赤使ってたんでドラ4なんですよ
その時点でも14あって、え、すげえ、うん、そうピンフがついてで、ピンフもつくやこれって言って、まあ、15班にはなったんですけど、結果そうなってるんですけど、もうだから分かりやすくもう、そうそうそう、え、めちゃめちゃすごいじゃないですか。もう裏ドラめくる前に一応数えようみたいな感じで、もうその時点で確定しやってて、ね、そうそうそう、すごいですね。うわ、すごい、ありがとうございます。そうですね、すごいですね。で、カンタ大泣きです。大泣きしました。泣いちゃった。もうちょっと緊張で、もうちょっとやばくてもいや、もうびっくりしました。いや、もう本当泣いちゃった。泣いちゃいました。ちょっとボコボコに視聴者さんにも言われ、もう今日もうどうやって帰ろうと思って、歩いて帰ろうかな。あそこで意識変えてなかったら出てないよ。ああ、でも確かに私みたいにメンタルぶっとくてさ、ひろりとしてたら出てないよ。そうですね、そうですね。よかった。ほえよかったっす。もうすげーっすね。あとは気や、もう気楽に回しましょう。あとは村井さん飛ぶ、飛ぶだけです。バカほど。どうしましょう、この後。いや、やりましょう。やりますか。私、普通に復活したいんですけど、逆に張さんとか吉田さん、高田さんとかの、あのメンタルは大丈夫ですか？メンタルは大丈夫ですか？キャンタさんの先顔を見たらね、上がりましたね。